気づいちゃったんだよ。可愛いだけじゃ世間はどうにもならないってことをね。リリー、タイちゃん、どうもありがとう。トスカの夢がアイドルだってことは知ってるよね。でも自力で営業をかけても依頼されるのはバス停のギャンブル場や量販店での営業、しょぼい地下劇場でのライブばかりで。配信を
美味しすぎる。その必要はないよ。あんなクリーチャートスカが退治してくれちゃうんだから。タイちゃん、カメラを止めないで。そしてクリーチャーさんもトスカの生配信にようこそ。戦ってみた。